IMP が中国のピンキーとの撮影でファンを驚かせた。その理由とはストロベリーミュージックフェスティバルでの IMP のパフォーマンスが大反響。ファンの心をわしづかみにした秘密。ストロベリーミュージックフェスティバルへの感謝の気持ちと参加者たちの輝く笑顔について本当に素晴らしい一日だったことが伝わりますね。 IMP が会場で素晴らしいパフォーマンスを披露し、ファンたちがそれを楽しんでいた様子が浮かび上がります。会場にいた人々も IMP も楽しい一日を過ごしたことでしょう。色とりどりの映像や笑顔に満ちた表情、それらがこのイベントの魅力を象徴しています。中国のピンキーとの記念撮影や、 ライブの模様を伝えてくれたことに感謝の気持ちが込み上げます。先日、中国のストロベリーミュージックフェスティバルに出演した7人組バンド IMP の熱気あふれるステージの様子がファンの投稿動画やフォトで次々と上がっています。海外初となる同フェスでは IMP の魅力が存分に発揮され観客を大いに湧き立たせたようです。 IMP のパフォーマンスを見た人たちの感想を集めると、圧倒的なパワフルさ、迫力のある歌声、ダイナミックなダンスなど、彼らの圧倒的なステージプレゼンスに熱狂的な反応が寄せられています。特に会場が一体となって盛り上がっていたアンコールに依えてくれたといった声から、観客と一体となった熱狂的なライブの様子が伝わってきます。 そんな IMP の表情からは、海外デビューへの期待と喜びがにじみ出ています。ファンの歓声に応えるようにして、メンバーたちは笑顔で会場を盛り上げていたそうです。中国のピンキーファンとの記念撮影の姿からは、互いの絆の深さが感じられます。また、メンバー個人のキャラクターも色濃く現れていて、リーダーの影山くんの遊び心あふれる行動や、 バッキーの爽やかさ、横原くんの愛らしさなど、観客の心をつかんでいったようです。この日の IMP の姿は、海外での初を広めながらも、メンバーそれぞれの個性が存分に発揮された、圧倒的なステージパフォーマンスだったと言えるでしょう。デビューから3年目を迎えた IMP が、ついに世界に羽ばたいた瞬間と言えるかもしれません。海外での活動は、 IMP にとって大きな一歩となったはずです。ここで得た経験を活かし、これからの活動にさらなる飛躍が期待されます。次のステージでは、さらに磨き抜かれた実力を披露してくれるはずです。今回のフェスを通して、国境を越えて IMP の魅力に迫られた人々は多いはずです。今後の IMP の活躍に、 より一層の注目が集まるでしょう。海外市場への挑戦を成功させ、世界中の人々の心をつかんでいく IMP の姿に大きな期待が寄せられています。しかし、ここで考えてみましょう。このような音楽フェスティバルが参加者たちにどのような影響を与えているのでしょうか一日の楽しみや興奮だけでなく、そこから得られるものは何でしょうか 音楽フェスティバルは単なるエンターテイメント以上の意味を持っています。それは人々が一つになり、共通の興奮や喜びを分かち合う場でもあります。また、異なる文化や背景を持つ人々が交流し、新たな友情や理解を育む場でもあります。さらに、音楽は人々の心に響きます。特定の曲やアーティストによって、 感情や思い出が呼び覚まされることがあります。このような経験は参加者たちにとって一生の記憶となり、彼らの人生に深い影響を与えることがあります。また、音楽フェスティバルが地域社会や経済にも与える影響は計り知れません。観光客の流入や地元の産業活性化など、様々な側面からその効果が現れます。一方で、 大規模な音楽イベントが持つ課題や懸念も存在します。例えば、環境への影響や、混雑による安全面の懸念などが挙げられます。これらの問題に対処するためには、イベント主催者や参加者、地域社会全体が協力し、持続可能な方法でイベントを運営することが必要です。ストロベリーミュージックフェスティバル。 についての感想や経験を語る声がたくさん集まっていますね。IMP のファンの皆さんは、フェスでのパフォーマンスや会場の雰囲気について興奮しているようです。フェスの様子を楽しんだ人々は、ツイートや投稿でその感動を共有しています。笑顔で溢れる写真や動画、熱心なファンの声が SNS 上に溢れています。IMP のパフォーマンスや、 会場の雰囲気が参加者たちに強い印象を与えたことが伺えます。しかし、一方でフェスに行けなかったファンやフェスの模様を見逃した人々もいます。彼らにとっては SNS 上での投稿や動画が唯一の参加方法となりますが、その内容を見ても会場の雰囲気や生の感動を十分に伝えることは難しいかもしれません。また、 海外でのイベントに参加することは参加者にとって大きな経験であり、新たな文化や環境に触れる機会でもあります。そのような経験は彼らの人生において貴重なものとなることでしょう。さて、ここで一つの興味深い点が浮かび上がってきます。海外でのイベント参加がアーティストやファンにとってどのような影響を与えるのでしょうか 海外でのパフォーマンスや参加経験が彼らの音楽活動や人生にどのような影響を与えるのか考えてみると興味深いでしょう例えば海外でのイベント参加がアーティストの音楽活動や表現力に新たな刺激を与える可能性があります異なる文化や言語音楽シーンとの交流が彼らの音楽に新しい視点やアイデアをもたらすかもしれません また、ファンにとっても、海外でのイベント参加が、新たな出会いや経験をもたらすことがあります。異国の地での共感や交流は、彼らの人生において貴重な思い出となるでしょう。そして、海外でのイベント参加が、地域間の結びつきや理解を深める一助となる可能性もあります。異なる文化や言語を共有することで、人々はお互いをより理解し合い、 より豊かなコミュニケーションを築くことができるでしょう。最後に、海外でのイベント参加が音楽ファンやアーティストにとってどのような意味を持つのか、皆さんはどう思われますか自分自身の経験や観点からこのテーマについて考えてみると、新たな発見や洞察が得られるかもしれません。どんな意見や感想も歓迎しますので、ぜひシェアしてくださいね。 最後に、音楽フェスティバルが持つ可能性と魅力を考えるとき、これまでの経験や成功例をもとにより良い未来を目指すことが重要です。参加者や関係者が共に努力し、新たなる可能性を追求することで、より豊かな音楽体験を築いていけるでしょう。結局のところ、音楽フェスティバルは単なる娯楽の場に留まらず、人々が結集し、共有し、 成長するための場でもあります。その魅力や意義をより深く探求し、未来への展望を広げることが、より良い社会を築くための一歩となるでしょう。最後に、あなたは音楽フェスティバルに参加したことがありますかもしあるなら、どんな体験をしたか、そしてそれがあなたの人生にどのような影響を与えたかを教えてください。そして、 今後の音楽イベントに対する期待や願いを語り合いましょう。